岡谷カ港、アビバジャパンはかつて存在したパソコンスクール運営を主な事業とする株式会社であった。2005年1月18日破綻し、2005年4月1日生産が完了した。現在、パソコンスクールアビバは株式会社リンクアカデミーが引き継ぎ全国で運営している。1979年、株式会社名影として設立。 当初は生徒の成績管理用ソフト開発会社としてスタート、しかし経営的に立ち行かず、様々な試行錯誤を経て、1981年にパソコンスクールへ進出。パソコンの使い方を売るのではなく、資格を売るという方法を取った。学校教育法で定める学校ではない。アビバの名の由来はフランス語で、生き生きとから来ている。 1996年に会社名を株式会社アビバジャパン教室名をアビバと改名。有名タレントを起用した大量の CM に加えて資格取得ニーズの高まりや教育訓練給付金制度の導入が業績を急拡大させた。最盛期には直営方式の成人のためのパソコン教室、日本パソコン学院アビバ、フランチャイズ方式の小中学生のための パソコンスクールアビを、さらには、スカイパーフェクト TV、756チャンネル、アビバパソコン TV、755チャンネル、アビバライセンス TV の放送を行うまでになった。しかし、2003年5月の教育訓練、給付金制度の80%給付から40%への見直しを境に、新規受講者数が大幅に減少。財務運営に支障をきたし、 破綻した。2004年度末、全国に330の教室を展開、約5万4000人が在籍、年間で、延べ約10万人が資格取得し、業界最大手であった。しかし、2003年の教育訓練給付金制度の見直しで新規受講者が減少、多額の広告宣伝費と相まって、業績不振に陥り、2003年12月期には、 売上高が206億9400万円、借入金総額が67億9200万円となり、営業損失16億7400万円、経常損失18億6700万円、当期純損失20億8000万円の赤字に転落。産業再生機構に支援を申し込みするに至った。2005年1月18日に、 産業再生機構が支援を決定。2005年4月1日、ベネッセが95%以上出資する、譲り受け会社の株式会社アビバイと営業のすべてを、上都、株式会社アビバジャパンは生産された。ありがとうございます。